まかないのシダ職人。今回はじゃん、もうゴルフパートナーといえばシュワー DD シリーズ、フェアウェイウッド、それからウェッジで、今回打つのがシュワー DD の 2.0 マルチアイアン、アイアンですよ。皆さんこの画像見て、まかない喋り間違ったんじゃないかと思ってるかもしれませんが、ゴルフパートナーさんではこの形状をマルチアイアンと呼んでます。でこれ 2.0 と今言いましたようにシュワー DD の2世代目なんですね。ちなみにここにあるのが1世代目のマルチアイアンで、僕もこれね、前作もシダをしてるんですけれど、比べてみるとまず真っ先に、あ、だいぶ感じ変えてきたなと。でこれが、初代のこうツートンで、このフェースのこちらがすごくあのシルバーになってる、フェースの先端がよく、まあ、フェースがよく見える。でこちら側が、2.0 で、ここが薄くなってますね。でやはりね、このフェースのこの部分ね、この部分もありますけど、ここがね強調されると、どうしてもこうフェースで打つという意識が出ると、クラブっていうのはこうフェースで打ちたいってなると、ちょっと上から入る人もいる。それを 2.0 になった時には、ここをシルバーの部分を減らすことで、少しこう払って打つイメージで、イメージ変えるだけでは意味はないですよね。で僕が見てびっくりしたのが、ここをよくあのフェイスプログレッションって、ちょっとね専門用語なんですけど、要はシャフトに対してフェースがどこについてるかっていうのが、これがフェイスプログレッションなんですけれど、シャフトに対してフェースが少し前に出てる、まあこれは分かりやすく言えばフェアウェイウッドに近い、マルチアイアンって名前がついてますが、このヘッドの幅も広くなって、アイアンと言ってますけれど、よりウッド化している、幅がこのフェースの広くすることで重心を深くするんですけれど、このリーディングエッジが前に出る、 FP を大きくすることで、よりこのイメージ通り払って打った時にボールが上がりやすくなっている、これがまず一つ目の僕特徴ではないかと思いますよね。でもう一つがシュワー DD といえば、この手で触ると本当にね、ここにこう段差がついてます。まあこれは抜けが良くなるんですけれど、もちろん初代にもついてます、ついてます。でこういう時僕らは必ずこう手で触るんですね。で手で触った時にもうね、全く違うっていうぐらい、もうこっちはもう完全に手に引っかかるぐらい、この段差が強くなってる。段差が強いということは、この接地が当然、この段差の部分が接地するんで、接地面積が少なくなるんで抜けが良くなる。それともう一つは、やはりそのいろんなライで打つんで、ここがこう丸くなってることで、つま先上がり、平地、つま先下がり、いろんなライに対してこの段差をうまく利用することで、つま先上がりでもつま先下がりでも地面とうまくソールがコンタクトする、この辺がこの 2.0 になって勝ったと思います。これは見た目ですね。では実際に打ってみてどうなのか。で僕らこうやってね、必ず比べるんです。で少し長さが変わりました。 0.25 インチぐらいですかね。でびっくりしたのが、ライ角って僕すごく気にするんですね。このシャフトとソールが折り出す角度、このライ角がクラブが長くなれば普通は少しフラットにするんですね。それがなんとクラブが少し長くなっているのに、ライ角度が一度アップライトになっている。まあ、アップライトというのはどういう状態かというと、こういう状態ですね。これがフラット、このライ角をアップライトにすると、これドライバーもそうなんですけれど、球のつかまりがアップライトのほどが良くなる。僕これはね、本当にもうあのクラブの開発っていうのを僕やってますけれど、こうモデルチェンジでつかまりというものに対して、この 2.0 は意識をしてるんじゃないかなと、見た目でね。こう言ってきますね、まだ打ってませんから。じゃあ打ってどうなのか。やっぱ一番真ん中のこれが位置と変わりまして、前作が真ん中のロフトが
23度になるのに対して、これ5番ですね、23度に対して 2.0 は22度、1度変わりました。で、打ってみましょう。まあこれをね、これはもう見た目としてはもう本当に払って打ちたくなる形状です。よいしょ、うわ、上がる。なんだこの上がり方、すごい、これは楽だわ。よっ、楽。おー、いい感じですね。もう一発いきます。ちょっと打ち方分かりましたよ。なるほど、こうやって打てっていうことね。よっ、楽だわ。いい感じですね。もう一発いきます。何やってもボールが上がりますね。よいしょ、よっ、おー、いい感じですね。200ヤード。お、やっぱりびっくりしたのが、ヘッドが大きくなると一般的には重心距離、いわゆるこのシャフトから重心までの距離が、スイートスポットまでの距離が長くなるんですけど、普通はそうなると球の捕まりってちょっと悪くなるんですよ。ヘッドが大きくなると、なぜかっていうと少しこうターンしづらく、それがね、これ大きくなってるのに来角度だけじゃないですね。来角度でも捕まりよくなってるんだけど、ヘッドとしても重心距離がね、長くならないようなこの工夫がなされた設計が僕はされてるんじゃないかと思います。もう一発いきます。いやー、これは捕まるわ。今ちょっと擦り気味に打ちました。もう擦り気味に打ってもほぼセンター。なるほどね、多分ね、僕の予想ですよ。この初代ももちろん打ちやすくてよかったと思うんですけど、やはりちょっと捕まらないっていう声がね、大体こうモデルチェンジをすると自作目っていうのはフィードバックされるんで、大きく優しくするだけではなくて、やはりこう距離が出るクラブっていうのは捕まりが悪くなるんですよ。やっぱりアマチュアの頃はスライサーが多いんで、より捕まりを意識した 2.0 は。で、あとなんかね、まだ細工があるような気がするんで、ちょっと古いクラブを打ってみます。初代このね、元祖シュワディ。おお、初代には初代の良さが、ああ全然違う。ちょっと今の見せるんですけど、なるほどね、なるほどなるほど、全然違う、これ全然違う。はい、やっぱりね、金も当たり前ですよね。モデルチェンジするってことは作り方変えていきますから。よいしょ、これね、長さってさっき言いましたけど、この色も違うんです。このシャフトもうこっちもそんな硬いわけじゃないんですけれど、よりこの 2.0 になると、この先端側がよりしなり感が感じて、球がシャフトのこの、僕よくしなりって言うんですけど、こういうしなりね、このシャフトのしなりで球が浮くように、これ打ち比べないとわからないですね。本当にもう本当に打ち比べて分かったんですけど、もちろん初代がね全部悪いわけじゃなくて、ちょっと抑えた球を逆に打ちたければ、僕は初代もありかなと。あと先ほど言いましたように、ちょっとこうアイアンっぽく打ちたい、上からちょっとヘッドを入れたいっていうんであれば、初代は初代の良さがある。で、今度やはりもっと優しくボールを上げて優しく飛ばしたいっていうには、この2代目で、シャフトのしなりで、こうシャフトのしなりのタイミングがね、こう柔らかめのシャフトの方が打ちやすいと思う方は、
もう明らかに2代目がいい。で、飛距離性能に関して言えばやはりね、これね、もう本当に宿命なんでしょうね。クラブのモデルチェンジして飛ばなくなったっていうのはね、もう誰も買いませんよね。やはり明らかに打ち比べて飛距離が、まあ、こっちは飛ぶよねと。で、飛ぶ細工という、細工という言い方でもないね、飛ぶ設計というのはやはりこの優しさだけじゃなくて、少し長くして少しクラブも軽くなりました。で、軽くなるということで当然ね、振り抜きが良くなるんでヘッドスピードも上がってくる。やはりこうモデルチェンジによって捕まる、まあ、1番は僕ね、捕まりだと思うんです。捕まりが良くなった。で、2番がやはりその振り抜きが非常にしやすくなった。で、3番がね、やっぱりこのソール、このラインの対応度、これはより実践的になりましたね。で、ちょっと他の番手持ってみましょうか。うん、26。ちょっとこのね、30度すごい興味があるんですよ。30度ってもうね、構えたらね、ウェッジみたいになります。30度どこまでボールが上がるんだろうね、これ。よいしょ、うふぅ、うわぁ、アイアンよりも球止まります、はっきり言います。だいたい僕30度って言うと7番アイアンなんですね。で、これ7番アイアンなんですよ。で、165ヤード、まあやっぱりこうクラブは少し長い分だけ飛ぶっていうのと、で、スピン量はもうね、7番アイアンに引けを取らない。もうピンにキャリーしてピタッとワンピンぐらいで止まる球が打てますね、これ。これはいいや。よっ。ああ、抜けたね、今だ、振り気味に入ったけど。うわ、6280なんてもう、バックスピンかかりますよ。すごいわ、これはもうね、7番アイアンが苦手なっていう方は、もう迷いなく、このシュワディディで優しくゴルフしたいですね。うわ、上がる上がる。もう本当に球がね、前じゃなくてね、言っときます、これ30度高いんですよ。前じゃなくて斜め上にしか止まらない。だ、よくあの球が上がらないで困るっていう方がいらっしゃいますけど、こういうクラブを使えばクラブが球を上げてくれる。これは楽ですよ、本当に。今ちょっとトップ目に当たりました。おお、ちょっと打点位置変えると距離もね、変わると。もうこれは僕はあの使い勝手がいいだけじゃなくて、もうこれ一本でプレーして、本当にあのよくね、ゴルフは14本でって言いますけれど、今回のこのシュアー DD 2.0 マルチアイアン、もうこの3本と極端なこと言えばウェッジがあれば大体ゴルフのプレーが。で、特に僕これ今回打って、初代もそうだったんですけど、2代目も思ったのが、やっぱりボールがね、上がらないっていうのがゴルファーの悩みの一つなんですよ。で、上がらないと嫌なのが、こうね、上げに行ってこうすくい打ちになるんですよ。そしたらもうチョロも出るんですよ。で、まずはね、これ本当にあの、じゃあプロが使うんですかって言われたら、まあそこは何とも言えませんが、ゴルフって僕腕前に合わせてあの適した道具絶対あると思うんですよ。これはもうゴルフに限らないです。まずはボールが楽に上がるということを経験すれば、当然スイングっていうのは綺麗になってきます。上からこう打ち込む必要はないけれど、やっぱりアマチュアの人の、特にスコアがうまくまとまらない人っていうのは、こうすくって打ってしまうんですね。こうすくい打ちにはこれね、もうボールが上がってくれば、僕はクラブが変わればスイングが変わる。まさにこのシュワー DD は、このシュワっていうのはね、こう的確なゴルフをするという意味なんですけれど、一見ね、一般的なアイアンとちょっと違うんじゃないかという目でも見られますけれど、まさにこのゴルファーが悩んでる、その悩みを解消するためのクラブというために作られたのがシュワー DD。 それの第2作目の 2.0 はより進化します。より球が上がりやすく、より捕まりがよく、
そしてフリーが簡単。なんかね、こう三拍子揃ってると言ったら変ですけれど、僕はゴルフを始めたばっかりの人とか100がなかなか切れないで、あんまり練習に行く機会もない、迷わずこれを試してみてください。